動画をご覧の皆さん、オタファの秘密基地へようこそ。トランスフォーマーコンバイナーウォーズ、合体戦士、スペリオン編。今日が最後です。今まで単体で5体を一つずつレビューしてきたんですけど、今日はエアボットの合体戦士、スペリオンのレビューをします。もう今日は前振りなしの、もういきなり合体させます。まあその前に、各機が今どうなっているか、ちょっと簡単に、ちょっと説明していきます。まずこれがレビュー一発目にあった、 ファイアフライですね。スペリオンの時は右腕を担当します。腕の背面に当たるこの部分に、ファイアフライの武器を取り付けています。2回目のレビューには、右足を構成するスカイダイブです。第3回目のレビューはこれ。副艦、スリングに代わり、アルファブラボー。スペリオンへの合体時は、左腕を構成します。 ファイアフライ同様腕の背面に当たるこの部分に武器を取り付けています。レビュー4回目はエアレイドです。スピリオンの合体時には左足を担当します。で、これ単体のレビューの時にも言ったんですけど、説明書ではこうだったんですけども、こっちの方が合体時にまとまりがいいので、この状態にしています。そして最後。 胴体と頭部を構成するシルバーボルトです。ちなみに両方の太ももには足組みの武器がついています。そしてシルバーボルトの武器。盾と銃。これが今合体していてスペリオンの武器になっています。この銃を持たせれば余るパーツは一つもありません。さあ、皆さん準備はいいですか エアーボット部隊、合体します。行きます。合体 完成合体戦士スペリオンですすごいですね。もう人並みなこと言っていいですかめっちゃかっこいいです。もうこれぞ僕の欲しかったスペリオンです。スペリオンの大きさは全長約30センチあります。ボイジャークラスのトランスフォーマーって結構大きいですよね。もうボイジャークラスがすごく小さく見えるぐらいスペリオン大きいです。武器を持たせる場合はこの穴を使います。 武器を持たせるとこんな感じですちょっとスペリオンがすごくでかいんで、取り回しに苦労するので、ちょっとこのまま直接カメラを持ちます。まずこれが頭部ですね。この角はすごく柔らかい軟質パーツです。実はここまでのスペリオンの動画って、腕を曲げてたんですね。目いっぱい伸ばすとこんな感じです。ちょっと腕が長く感じますよね。 この合体ジョイントがすごく秀逸で、こう簡単に取り外したり、くっつけたりできます。仕掛けは、これ押し込むとバネになっています。ワン部の合体も同じ合体ジョイントです。これが反転した状態がちょっとやってみたいですね。 この脚部をご覧ください。僕、個人的にはこっちの方が馴染みがあるんですよね。これでもいい気がします。うん、さらにこの状態から、この腕組みの足に当たる部分ですね。ここをちょっと縮めて合体させたらどうなるかちょっとやってみます。くっつくのかなあ、くっつく。おぉ。あ、腕の長さが。あ、これ、いい。あ、これさながら、なんだろう。う旧玩具をこう、オマージュした。 リスペクトモードとでも言うのかな。腕は一軸稼働ですね。背面から見るとこんな感じです。そうそう、この後ろから見て、この足にジェット機がこうくっついてるっていうのが、なんか馴染みがありますね。うーん、これも悪くないですね。この太ももについていた武器は取り外しています。さあ、次はスクランブル合体です。足組みを手に、手を足に変形させて、ちょっと合体させてみます。 というわけで、さっきまで腕だったファイアフライとアルファブラーボを足に、スカイダイブとエアレイドを腕にしました。スリア合体させます。完成です。うん、雰囲気変わりましたね。まあ、他には、 設定にとらわれず、例えば、左足を右足に取り付けたり、右腕と左腕を交換したり、自由に遊ぶことができます。というわけで、計6回にわたる、トランスフォーマー・コンバイナー・オーズスペリオン編のレビュー、いかがだったでしょうかこの合体したスペリオン、本当にかっこいいですね。 このコンバイナーウォーズ、国内では早くも名前を変えて、ユナイトウォーリアーズとして、現在スペリオンの予約、絶賛受付中です。もし気になった方、ぜひインターネットなどでチェックして、予約して、ゲットしてみてください。あとは個人的な話なんですけども、まあ、今回のこのスペリオン編が無事に終わってちょっとホッとしています。まあ、僕はおもちゃレビューを始めて今年で4年目になるんですけども、 うーん。一日一本ペースで動画を出していくっていうのは、実は今回が初めてだったんじゃないかなと思います。まあ毎晩仕事が終わって、まあ夜な夜な動画を撮影して編集して、まあ朝方に出すっていう生活をしばらくずっとやってたんで、うん。まあちょっと一呼吸置いてから、これですね。コンバイナーウォーズのメナゾール。まあ今これモーターマスターだけなんですけども、こっちの方もどんどんレビューしていくんで、 どうぞ楽しみにしていてください。いや、でも本当にみんなが見てるなーと思うからなんか本当に頑張れました。もしよかったらチャンネル登録やコメント、高評価などどうぞよろしくお願いします。ータワの秘密基地。次はどんなおもちゃが緊急発進するかどうぞ楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタワでした。